ただいまより AWS 環境でのシーサートソリューションと題しまして Amazon Web Service Japan 株式会社技術統括本部ソリューションアーキテクト桐山隼人さんよりご講演いただきます。桐山さん、よろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。私は Amazon Web Service の桐山と申します。今日この時間は今日の最後のセッションでもあり、また4日間続いた AWS サミット東京の最後のセッションでもあると、そのセッションにこの CSAT ソリューションの会を選んでいただきまして、ご来場いただき誠にありがとうございます。まずはじめに自己紹介を簡単にさせてください。私、桐山隼人と申しまして、役割としてはセキュリティのソリューションアーキテクトをやっております。セキュリティにまつわるお客様の課題を解決したり、ソリューションを開発すると、いろんな関心事がある中で、最近、考えるものの一つの中に、このクラウド時代の SOC もしくは CSAT と言われるもののあり方はどうなっていくのか、これが私の関心領域の一つです。CSAT ソリューションというタイトルでしたので、この中にはもう CSAT の関係者もしくはメンバーの方多くいらっしゃるかもしれません。ちょっとアンケートを取ってみたいと思います。皆さんの中で私は CSAT のメンバーですという方はどれくらいいらっしゃいますか。でもこの中では10%から20%ぐらいですかね、今手を挙げていただいたのは。それ以外の方は CSAT メンバーではないけども CSAT と一緒に協業したり、まあ、関連する仕事上関連するというような形かなというふうに思います。 CSAT のメンバーはもうすでに CSAT ってどういうものか、どういう役割を持っているか、当然当たり前のように分かっていると思いますが、そうではない方もいらっしゃるということで、今日はですね、どういうところをポイントにこのセッション述べていきたいかというと、この3つポイントとして先に挙げておきます。これもうまとめのスライドです。結論がこれです。なので今日セッション終わったときにこの3点だけ皆さん覚えていただければ私はそれで幸せと。まず1つ目が AWS クラウド環境ですね、効率的なインシデントレスポンスをする、その例を今日お見せしたいと。そして2つ目が CSAT 活動を支援するためのですね、 AWS のサービスだったり、もしくは AWS のパートナー様のサービスというのが多数ございます。それのご紹介を、まあ、全てはできませんけど一部させてください。で3つ目です。このクラウド時代のシーサーとどうあるべきか考えたときに、クラウドでシーサーとは変化適応力を得るんだ、この結論を最後、触れるつもりです。今日のポイントはこの3点。まず最初のポイントいきます。 AWS クラウド環境での効率的なインシデントレスポンス、少し考えてみたいなと思います。シーサーと自体の定義は皆さんご存知じゃないかなと思います。改めて触れる必要はないかもしれませんが、 CSAT とはコンピュータセキュリティインシデントレスポンスチームの頭文字を取った、まあ、略で、日本 CSAT 協会からですね、この定義説明を拝借すると、どうやらコンピュータセキュリティにかかるインシデントに対処するための組織の総称と、インシデントに対処すると、それが CSAT。 CSAT の役割はいろんな役割を持っています。左側にあるのは皆様の会社の中のインフラ環境、各部門ごとに管理している端末があって、その先にゲートウェイがあって、ファイアウォールがあって、おそらくインターネットに出ていくと、一般的なそういうインフラの環境をお持ちだと。そのファイアウォールだったりサーバーだったりエンドポイントの端末からいろいろなログを集めて分析した結果、まあ、ソックって間に真ん中に書いてますけど、これがセキュリティオペレーションセンターといわれるいろんなログを監視してインシデントを検知する、そういう役割、その結果を CSAT がインシデントを判断して対応すると。対応の仕方は様々です。経営者や顧客の、に対してですね、説明責任を果たしたり、最近だとは先ほど申し上げました日本 CSAT 協会だったりファーストだったり他の CSAT
のチームと連携して動くってことがよくやられていると思います。パートナー様もしくはセキュリティベンダーと連携すると、結果として自社の IT 部門の人にこれをやってくださいって依頼することはあるでしょうと。真ん中にソックと書いたのはプライベートソックのような形ですね。自社内でソックを持っているところもあれば、もしくはサードパーティーのソックを使っている、いろんな形があると思いますけど、ここではちょうど中に書いているというだけですね。サードパーティー使っているのはアウトソースすることもあると思います。 CSAT の概要としてこういうものがありますけども、 CSAT は何を社内だったり外部だったりに提供しないといけないか、そのサービス一覧をまとめたのがですね、これもちょっと抜粋しました。 JPSAT の、CSAT のハンドブックからですね、 CSAT は外部に対してもしくは社内に対してこういうサービスを提供するものですよっていうのがこの JPSAT のハンドブックに書かれています。この全てを拾うのは大変なんですけども、3つのカテゴリーに分かれているみたいですね。品質管理サービス、事前対応型サービス、事後対応型サービス。この中のいくつかを例にとってCSATがどういうことをやるかっていうのを見ていきたいと思います。ここでは5つ例にとってみました。どういうような具体的なフローで考えるかというと、旬なので、ランサムウェアの話をここでしてみたいと思います。ちょうど5月の中旬ぐらいですかね、ランサムウェアが、日本でも、非常に大きく取り上げられました。ワナクライっていう名称が一番一般的かもしれないですけど、いろんな名前の呼ばれ方があります。ワナクリプトだったりなんだって、ワナクライっていうのが、ランサムウェアが日本で流行って、その時にCSATの人たちは何かしらのアクションをしたはずです。今この場にいるCSATの関係者の方ももしかしたらワナクライの事件でいろいろな業務のことをやられてるんじゃないかなと思います。ここで5つ挙げたサービスは、左から順番に言うと、リスク分析、セキュリティ設定、インシデント分析、インシデント対応、そして障害回復。このサービスのより具体的な中身、何をやってるかというと、ここに、挙げてみました。例えばリスク分析をするんだったら、社内の端末の脆弱性の評価をしましょう、診断をしましょう、これもリスク分析の一環です。セキュリティの設定だったら、何かしら不正なアクセスが外から来るのであれば、そのファイアウォールのポートを閉じましょうとか、もしくは今回ワナクライっていうのはマイクロソフトの脆弱性をついた攻撃でした。 SMB サーバーというファイル共有のサーバー、もしくは印刷の共有のサービスを使った、その SMB というものがサービスとして動いてるんですけども、このサービスを停止するというのも一つのセキュリティ設定の変更ですね。インシデント分析に関して言えば、何かしら不正な兆候があるようなログを集めてきて監視したり、ワナクライ、ランサムウェアはファイルを暗号化してしまうものなので、そのファイルの改ざんを検知したり、そういうのをやっているかもしれません。インシデント対応にすると、何か感染した端末に関しては他の隣の端末に感染が拡大するのを恐れて隔離しておきましょう、もしくは事後調査のため後々フォレンジックをするためにその証跡をどこかで調査して管理しておきましょうと。で、最後は結局はビジネスの環境を元に戻さないといけないので、再プロビジョニングをしたり、恒久的な対策でパッチを適用するみたいな流れがあると思います。こういうフローにCSATは一つ一つにどのくらいかの、濃度はよりますけども、絡んでいくと、関係していくと、そういう役割を持っています。でもこれがうまく回ってる会社とそうじゃない会社、いろいろあると思います。ここに来られた会社は、うまくいってるよって方がいるなら、それはそれで素晴らしいと思いますし、いや本当に大変で汗かいて日々やってるんですよっていうのであれば、お疲れ様ですと私は申し上げたいです。いろんな要素で皆さんの仕事が大変になってる、ありえるとは思います。リスク分析一つとっても、その端末を管理しているのが事業部門だったら、事業部門の人に通知して連絡して、でも本当に全部診断したかっていうのを後で確認して、いちいちそういうところが介在してきて人手だったり時間がかかってくると。例えば端末を隔離する一つとっても、実際の物理的な端末だったら、東京じゃない別の拠点でそれを使ってますなんて言われたら、それを押収しに行くためだけに半日だったり1日だったりかかってしまうかもしれませんね。こういうところでCSATの普段の業務をやっていく中で非常に辛いところが
生まれてくる余地があります。では AWS だったらどういうことができるか、 AWS の具体的なサービスだったり機能の説明の前に、ちょっとここの5つの箱を取り出したけどな、これ作為的に取ってきたんですけども、なぜこの5つを取ってきたかのご説明に入ります。リスクを分析をして、セキュリティ設定をして、5つの流れは、私はこれを意識して取ってきています。NIST サイバーセキュリティフレームワークというものがあります。NIST というのは、アメリカの国立の標準技術研究所。ここはですね、サイバーセキュリティに対応するときにこういう考え方をするのがいいんじゃないかというフレームワークを公開しています。ここにいるセキュリティ関係者の皆さんだったら、あ、NIST サイバーセキュリティフレームワークって言ったあのことでピンとくる、よく知ってる方多数いらっしゃるかもしれない。おそらく IT 系の方でも非常に重要な有名なフレームワークですので覚えておいて損はないものです。そこには5つのフェーズにカテゴリーが分かれています。特定、保護、検知、対応、回復と、そのそれぞれのカテゴリーにはこういうようなことをやりなさい、このフレームワークの中に定義されていて、全体のサブカテゴリーとしてはセキュリティ項目がもう98個もあると、まあ、その非常にページ数の長いそういうフレームワークが公開されています。このフレームワークに沿って AWS のセキュリティサービス整理してみると、まあ、いろんなセキュリティサービスあるのでこれだけが全てではないんですけども、ただ一つ一つのサービスがどういうようなカテゴリーの機能だったり価値を提供するサービスかっていうのをあえてここは整理すると、まあ、こういうふうに分離することは可能です。特定のフェーズから保護、検知、対応、そして回復のフェーズまで AWS のサービスをこういう場面で使って、まあ、組み合わせていける、そういうことをここで表しています。では先ほどのワナクライの例に戻ってみましょう。ランサムウェアワナクライを対応するときに、例えば脆弱性診断をしますと、その結果ファイオールのポートを閉じます。閉じた後もログを監視したいです、端末を隔離したいです、プロビジョニングしたいですというときに使える AWS のサービスが上の方にずらっと並んでいます。一つ一つのサービスの内容を説明するには少し時間が足りないので、まあ、ポイントだけ押さえて一個ずつ見ていこうかなと思います。ただ全てのサービスに共通して言えることがありまして、ほぼ全てのサービスは API でその機能を呼び出すことができる、もしくはイベント駆動型でイベントを飛ばすことによってそれをトリガーにある機能が実行できると。 AWS のサービスは API もしくはイベントによる連携が可能です。これは全てのサービスに共通していることです。では一つ一つ見てくると、おっとすみません、まず一つ特定フェーズでやる脆弱性診断のサービスとして Amazon インスペクターというものがあります。これはホスト型の脆弱性診断サービス、ホスト型というのはエージェントをインスタンスにインストールする、そういうタイプの診断サービスです。対象となっているのは EC2 インスタンスのみです。まあ、どういうような脆弱性診断をしてくれるかというと、 CVE 共通脆弱性識別値だったり、もしくは CIS というですね、あの業界のベンチマークを出している団体があるんですね。この団体のベンチマークに基づいたリスク評価をしてくれるようなそういうサービスです。例えばワナクライの話ですと、あの脆弱性が広まってから CVE の裁判がされて CVE の2017の何番番号が振られました、その脆弱性がこの EC2 インスタンスに存在してますか、調べるのにインスペクターを実行するだけでレポートがパッと出てきて、あ、この端末はその脆弱性がまだにさらされてますね、あ、この EC2 インスタンスはもう大丈夫ですねっていうのが判断できるようになると。これが提供してくれるのは何かというと、皆様のインフラ環境の中にある EC2 インスタンスがどれほどリスクが高いか、もしくはそうではないかっていうのが見えるようになって、このインフラの可視性、ビジビリティがクラウドが提供する価値の大きなものの一つです。
同じようなことで、今度は Amazon EC2 システムズマネージャーというまた別のサービスがあります。これは何かというと、これもですねホスト型なんですね。ただ今回はサーバー管理サービス、 EC2 インスタンスだけではなくてオンプレのサーバーも対象になります。何をやっているかというと、サーバーの管理ですので、ソフトウェアのインベントリの収集だったり OS のパッチが当たっているかどうかを確認し、もしくは適用する、リモートで適用する、そういうことができるサービスです。まあ、脆弱性診断のインスペクターと近いものはありますけれども、これも同じようにこの EC2 インスタンスはパッチが当たっているか、何か入ってはいけないソフトウェアが入っているかどうか、今まで皆様が自分の社内のインフラ環境が見えてなかったものがあったかもしれませんが、それがリモートで実行することによって可視性をもたらしてくれる、よく見えるようになった、そういうことに役立つサービスになります。特定のフェーズの次は保護のフェーズありました。保護をやるときの AWS サービス役立つものあるとすれば、ここでの例ではセキュリティグループ挙げてみたいと思います。 VPC という閉ざされたプライベートネットワークの環境に2つのインスタンスが存在しています。両方とも同じようなポートの設定があって、インバウンドのトラフィックはポート443を開けています。 HTTPS が受け付けられる、まあ、ウェブサーバーか何かでしょう。アウトバウンドは3128、通常これはプロキシサーバーにアクセスするためのポートですね。このセキュリティグループというのは、イメージしていただきたいのは仮想のファイアウォールみたいなものと思ってください。ステートフルなファイアウォールで、基本的にデフォルトでは全ての通信は禁止してるんですけども、何かこれウェブサーバーだから443のポートを開けようというのは、そういうような設定をしていただく、まあ、そういうようなサービスです。ワナクライ SMB サーバー、これが脆弱性をついた攻撃でしたけども、ある端末が感染したら、さらにその横の端末に感染を拡大するために445のポートを使います。じゃあこのワナクライの脅威に対しては、445のポートは非常に危険なので、セキュリティグループでアウトバウンドで TCP の445のポートをブロックしましょうという設定を入れるだけで、感染の拡大がとりあえずは防げる。このセキュリティグループは仮想ファイアウォールですので、物理的なものではないので、何か管理コンソールからクリックするなり、もしくは API をコールするなりで、すぐこのポートがブロックできると。先ほど API 連携 API コールって書きましたけども、これも単純に管理者が API を一回叩くだけで、こういうような設定が可能になります。保護のフェーズで使えたのがセキュリティグループ。その先では何かインシデントがないか検知するためのサービスとして役立つのは、ここで挙げたのは VPC フローログズというサービスです。先ほど VPC という閉ざされたプライベートネットワークがあると申し上げましたけれども、ここにアクセスする流れてくるトラフィックのログがすべて測れます。上の方に書いているのは VPC フローログのレコードの例です。数字の羅列なのでパッと見た生データではよくわからないです。ただ一個一個のフィールドは書いてることは通常のことで、そのインスタンスの ID だったり宛先の IP アドレスだったりポートだったり、そういうことが一個一個書いてます。ちょっと黄色にしたところが宛先のポート、今回445というポートを閉じたので、その445というポートが閉じられたポートで VPC フローログで残ったやつがちゃんとブロックされているかどうか確認するために、このフローログを確認すれば良いと。一番下にリジェクトって書いてる、あ、これは確かに445のポートに来たアクセスブロックされてるな、これが確認できるようになりますと。ただログに残っただけでは、管理者は本当にそれがリジェクトされたかっていうのはわざわざ見に行かないとわからない、そんな面倒くさいことはしたくないので、それをアラームとして飛ばしましょう。アラームとして飛ばすためによく使われるのがクラウドウォッチというサービスです。クラウドウォッチで自分たちが定義したメトリクスを使ってそのアラームを作成します。
ここでは、メトリックスの例として宛先ポートが445となるようなものに関して何かアラート飛ばしてください、そういうようなメトリックスを定義したと、ここではしましょう。クラウドウォッチの、ダッシュボードというかですね、レポート機能としてこういうようなグラフ化する機能があります。これは管理コンソール上から見ることができます。例えばポート445のアクセスに対して実際そのアクセスが来ましたっていうのがちょっと可視化したいとなったときに、横軸が時間軸、縦軸が回数です。まあ、1回ずつしかこうちょっとあの445のポート叩いてないので点でしか表してないですけども、このようにレポート機能の中である定義したメトリックスに引っかかったトラフィックターがあったかどうか、何個あったかどうか、いつあったか、これをクラウドウォッチの管理コンソール上で見ることができます。その元となっているのが VPC フローログ、この下の方にある生のログレコードをグラフ化して可視化するのがクラウドウォッチというサービスになります。次は対応のフェーズ考えてみたいと思います。実際ポート445をアクセスした、そういうどうも怪しい通信があったみたいだと、じゃあ何かしらの対応をしようと考えたときに、この図で表しているのは上の方は本番環境の VPC、 その中にウェブサーバーとアタッチしているブロックサーブ、あの EBS ですね、ブロックストレージがあります。ウェブサーバーなので先ほどのようにポートは空いているものは空いています。ここでクラウドウォッチのアラームをきっかけにまた新しいサービスが出てきました。ラムダというサービスがあります。クラウドウォッチで飛ばしたイベントによって何かしら任意のアクションを実行できるラムダというサービスがあります。ここではどういうようなアクションを実行したいかというと、例えばです、とあるウェブサービスは何かしらの脅威にさらされていると分かったので、これを後々調査しましょうと。よく世の中ではフォレンジックという単語で言われてたりしますけども、事後調査で詳しくこのサーバーを調べたいんだと、そういう時のためにウェブサーバーにアタッチされているブロックストレージをダンプさせてメモリのイメージを取っておきましょうと。取っておき先は S3、EBS のスナップショットを取るだけでそのメモリダンプが可能です。これはフォレンジックに使うので、そのスナップショットを調査用のイメージとして別のブロックストレージにを作成してあげましょう。それがアタッチされる先はフォレンジック専用の調査用のサーバーです。当然このイメージは何か悪いマルウェア等に感染する可能性があるので、確率差部屋の中、ネットワークの中に閉じ込めないといけない。なので本番環境とは別のクリーンルーム VPC を用意しました。この閉ざされた VPC の中でフォレンジック業者がフォレンジックの調査をすると。今までしたら端末をこう押さえてそれをフォレンジック業者に送るみたいなことをもしかしたらやってたかもしれない。それは物理環境ではそういうことをせざるを得なかったですけども、AWS のクラウド環境でしたら、このイメージをフォレンジック業者に送るっていうだけじゃなくて、もう一つの選択肢としては、この VPC にアクセスする権限をフォレンジック業者に与えて、まあ、IAM ってサービスがあるんですけども、フォレンジック業者がそのクリーンルーム VPC にアクセスする。これをやるだけで数日かかっていた端末の押収と送付が数分数時間になる。そういう可能性を秘めている。それが AWS の価値です。当然調査だけではありません。もう調査用のバックアップ取ったんだったら、もともとのウェブサーバーはこれをずっと生かしておくのはちょっと危険かもしれない。となったら、またラムダから先ほどのセキュリティグループのポートを変更するような API を叩いて、全てのインバウンド、アウトバウンドのポートをブロックしてしまう。そういう変更をかけましょう。これは何を意味するかというと、論理的な隔離です。物理的にネットワークを引っこ抜くというのと同じようなことが単純に API をコールするだけで
実現することは可能です。これほど簡単なものはないんじゃないかと思います。ここで右下の方に書いたのはプログラマブルって書きました。プログラマブル IT というふうに書きましたけども、これは AWS の特徴の一つです。先ほど言ったようにメモリダンプしたりイメージを作成したり隔離したりっていうのは全てラムダっていう、まあ、サーバーレスのアプリケーションサービスがあるんですけども、事前にユーザーがプログラムした処理を実行してくれるようなサービス、これをラムダで呼び起こします。ポイントとなるのはユーザーが自分たちでカスタマイズして定義したプログラムが実行されていることです。皆様の IT 環境はプログラマブルになっていくと。この利点は何かというと再利用可能ということですね。プログラムを書く利点の一つとして、大きな一つとしてあるのは再利用可能というポイントが挙げられます。このポイント、次の回復のフェーズでも同じようなことが言えます。回復のフェーズではプロビジョニングと復旧をやりましょうと。先ほど EC2 インスタンスを隔離しました。この隔離がもう一回いつか復旧させたいんだって時に、以前取ったマシンイメージ、これは Amazon マシンイメージ AMI と言われているものがありますけれども、これを使って新しく EC2 インスタンスを立て直しましょう。仮想インスタンスの復旧ができます。ただ1個のインスタンスを復旧するだけではなくて、どうもいろんな端末が感染してこのシステム群全体が怪しくなってしまったんだと。そういう場合、より簡単な復旧の方法としてあるのはシステム全体の復旧。ここでは AWS のクラウドフォーメーションというサービスを利用してみました。クラウドフォーメーションというのは AWS リソース群のデプロイ、リソース群と言っているので EC2 インスタンスだけではないです。ネットワークの設定もそうですし、ストレージもそうですし、データベースもそうですし、いろんな AWS のリソースがどのように配置されてデザインされているかというのをクラウドフォーメーションのテンプレートにも定義しておきます。そのテンプレートを1回走らせるだけで今まで作ってきた環境が全く同じものが出来上がると。そういうことができるサービスがクラウドフォーメーション、システム全体をもう一回作り直す。これもプログラマブルな IT インフラと呼べるでしょう。先ほど言った再利用可能というのもその通りです。一回作ったらもう一回作るのがもう一回ゼロからやり直すかというと、そんな必要は本来はないはずで、一度作ったものをテンプレート化してそれをもとにインフラをごっそり作り直す、それができるのが AWS クラウド、プログラムが IT 環境だからこそできることと言えます。今まで5つのフェーズでワナクライを例に AWS サービスをいろいろなところで当てはめてみました。共通項として得たのは AWS クラウドはインフラの活性を与えます。そしてイベントだったり API で連携させられます。そしてプログラマブルです。再利用可能なんです。この3つを合わせて AWS クラウドはインシデントレスポンスをさらに効率化できる、そこに役立つというふうにご理解いただければ嬉しいです。同じようにですね、 AWS サービス、今申し上げたサービス以外にもたくさんたくさんあるんです。この中で CSAT メンバーの方もいらっしゃるということで、そういう方の皆さんにとって役立つような情報をさらに追加でご紹介できればというふうに思います。 CSAT 活動を支援するような、まあ、広範な AWS サービス、もしくはパートナーソリューションのお話をしましょう。 CSAT、 インシデントに対処する組織です。一番最初定義がありましたが、インシデントに対処する力を上げるには何をすればいいんでしょうか。いろんな考え方あると思いますけども、私の理解、私の答えはこれです。とにかく試す力を上げてほしいと。インシデントなんて想定内のわけがないですね。予測不能なことが起きるからこそのインシデント、そういう予測不能な事態に対処する力を高めるためには、とにかく何でもいいから試す、何か仮説を持っているんだったらそれを検証する力、そういうのを培うべきというのが私なりの理解です。試すには3つのパターンがあります。1つ目は過去にやったことを
もう一度試してみると。環境なんてある時と1時間後、1日後、1年後変わっているのが当たり前なので、ある1回がうまくいかなくても次はどうなるか分からない、何度でも試す。2番目は効果がありそうなら何でも試す。先ほど言いましたけども、何かしらの仮説を持ってこれだったら効果あるんじゃないかという時はそれを臆せず何でも試してみる。これによって試す力を上げる。3つ目がこれも大事なポイントですね。学ぶことは真似ることって言ってますけども、他人がいいことをしてる、お手本になるであればそれを真似ればいいじゃないかということで、他人をお手本に試すとしたら3つのパターンがあります。一個一個見てみると、過去やったことを再度試すのであれば、もう皆さんはやるべきことはそれを自動化して再利用する、そういうような環境を作る。真ん中、効果がありそうなら何でも試す、それを実現する環境はもう スモールスタートしやすいような環境、そういう環境を作るなり選ぶなりしていただく。3つ目は他人のお手本なの使います。なのでここでは標準を使うと書きましたけども、標準だったり例えば世の中で言う言葉で言うとベストプラクティスみたいな言葉の方がしっくりくるのであればそれでもいいです。標準だったりベストプラクティスを使っていろいろ試していきましょうと。こういう試す力が高ければ高いほど予測不能なインシデントに対処する力が上がっていくでしょうと思います。先ほど代表的な AWS サービスとしてこういうのも挙げましたけども、一部繰り返しになりますが、そもそも AWS サービスってどういうものかというと、まず一つはもう AWS の環境とはプログラマブルなんです。なのでこの AWS を使うだけで自動化再利用できるような環境はすでに整っています。これは特徴の一つ目です。特徴の二つ目です。 AWS サービスというのは基本的に重量課金、まあ、クラウドですのでそのような形で提供していますけれども、 AWS のセキュリティサービスも同じです。重量課金です。実際はほとんど標準機能なんで無料なんですけども、まあ、一部のセキュリティサービスは重量課金のものはあります。でも基本的に使いやすいですね。大幅な初期投資はいらないのでスモールスタートしやすい、そういう環境がもうすでに AWS の中では整っていると思っていただければと思います。では3つ目の特徴、標準だったりベストプラクティスを利用するようなソリューション、他にどういうのがあるか、これも3つのカテゴリーにちょっと分けて書いてみました。1番上が AWS サービス、2番目が AWS サービスではないんだけども例えばですけどもパートナー様が出しているような商用のサービスだったり、もしくはオープンソースのような形で提供されているもので、一番下が完全にサードパーティーが提供している優秀のマネージドサービス。 AWS もしくは AWS のエコシステムの中ではいろんなサービスソリューションが世の中に展開されています。選択肢が多くて迷うということはあると思います。この時間で全てを説明しきれませんが何個かご紹介したいと思います。一つ目は AWS 関連のベストプラクティス、いろんな情報ですね公開させていただいて皆様ユーザーのもとに届けるということを AWS ではやっています。例えば一番左ですと AWS のクラウドアダプションフレームワークというものがありまして、クラウド移行に必要なスキルだったりプロセスをガイダンスするようなそういうようなホワイトペーパーがもうすでに公開されています。 CSAT これからオンプレやってたけど AWS を使っていかないといけないそういうような状況に直面したときに、当然技術の話だけじゃなくて人だったりプロセスの話も CSAT の中では出てくるでしょう。その時の一つの指針としてクラウド移行のガイダンス一度読んでみるのをお勧めしたいと思います。真ん中はセキュリティのベストプラクティス、これホワイトペーパーがもう何十個もあの AWS のホームページ見ればあるんですね。セキュリティに関するものだけでも数字あります。 IAM の話だったり KMS という暗号化の話だったり運用の話だったり、ありとあらゆるホワイトペーパーがすでに公開されております。何か課題に直面したときにホワイトペーパーにいいのないかな、ベストプラクティスないか探してみると良いんじゃないかと思います。一番右が業界ベンチマークです。
CIS センターフォーインターネットセキュリティのは、まあ、米国の業界ベンチマークなんですけども、これ非常にいいテンプレートを出します。何かというと、 AWS 環境上で何かこう EC2 インスタンスを立ち上げるって時のおすすめとなってる推奨の設定項目がこれですよっていうのが、ものすごい90何個ですかねのセキュリティ設定項目を、これがもう業界のベンチマークとして推奨する設定項目ですよっていうのを公開してくれてるんですね。これは Amazon の社内の話じゃなくて CIS という外部の業界団体ですけども、このベンチマークを参照に、あ、自分たちが EC2インスタンスをここで立ち上げるときに、まあ、業界標準と合ってるのかどうかな、リスクを評価するにも役立つ、そういうような情報が提供されています。加えて言うならば、このベンチマークに沿ってるかどうかっていうのを確認するのが、ことができるのが、あの先ほど申し上げた Amazon インスペクター、あれ脆弱性診断だけじゃなくて、このベンチマークに沿ってるかどうかってセキュリティ評価も自動でやってくれますので、非常にいいサービスですね。インスペクター使うのも非常に楽ができると思います。先ほど NIST の話しましたけど、 NIST 国立標準技術研究所、標準って言ってるぐらいなので標準なんで使っていただきたいんですけど、 NIST に関連する情報も AWS は提供しています。 AWS 上で NIST のセキュリティ評価項目に沿った環境を作るためのホワイトペーパーと、あとサンプルとなるアーキテクチャです。クイックスタートという形でクラウドフォーメーションのテンプレートでも提供しているので、ボタンを押すだけでNIST のフレームワークに沿った環境がすぐ出来上がります、まあ、参照としていただけるアーキテクチャになるんじゃないかなというふうに思います。あと、これ非常に大事なポイントになっているので、あの強調していきたいんですけども、 AWS の Well Architected っていう活動をやってます。これもホワイトペーパーで出していまして、優れたアーキテクチャにするためのフレームワークを提供してさせていただいてます。セキュリティ、信頼性、パフォーマンス、コスト、再起化、オペレーションと5つの柱でいろんな評価項目があるんですけども、大事なのはですね、ソリューションアーキテクトによる支援をさせていただいておりますというのが一番大事なポイントです。下の方にセキュリティの質問例として、まあ、こういうようなポイントを皆様押さえてますか、これを押さえてちゃんと優れたアーキテクチャにしてくださいというようなことが、このウェルアーキテクトのフレームワークの中に書かれているんですけども、じゃあ押さえてます、もしくは押さえてないからどうしたらいいんですかって時に、その支援をさせていただくのはソリューションアーキテクト役割、私もソリューションアーキテクトですし、他にもですね、 AWS のソリューションアーキテクトいっぱいいるんですけども、そういう人間の存在意義は優れたアーキテクチャにすること、世の中の AWS のお客様のアーキテクチャをより一層良くすることですので、こういう指針をもとにどうしたらいいんだ迷った時はソリューションアーキテクトにご相談くださいと。あとですね、これも対応もしくは、回復等で役立つんじゃないかと思うんですけど、あの DDoS に特化した、レスポンスチームっていうのが AWS の中には存在しています。 AWS シールドっていうサービスの中にですね、 DDoS レスポンスチームっていう役割を持ったチームが存在していて、24時間7日間アクセス可能な DDoS の専門家のチームです。なので、その DDoS の専門家に、例えばですけども、こういうアーキテクチャ、DDoS を守りたい、大丈夫か、事前にレビューしたり、もしくは、なんか DDoS のインセント起こりましたって時に、これはクラウドウォッチを使ってレポート出し、ニアリアルタイムにですね、どういうトラフィックが流れていくのを出してるんですけども、ライブレスポンスという形で、今 DDoS が実際に起こってるんだと、じゃあどうすればいいか、そういうコミュニケーションを取ったり、最終的にはインセント終わった後、じゃあどういうふうな運用フローでお客様の運用チームとコミュニケーションを取っていこうか、これはお客様ごとにそれぞれフローが違うはずなので、カスタマイズされたランブックというのを定義して、それに基づいて運用につないでいきましょうっていうようなことをやってくれる、そういうチームです。 DDoS 対策考えないといけないっていう時は、対策するだけじゃなくて検知対応もしくは回復まで考えないといけないので、そこに役立つDDoS レスポンスチームって存在しているってことをご紹介したいと思います。あとはマネージドサービス、これも AWS の専門家にあるインフラ運用のフルマネージドサービスありますね。これをやることによってお客様はインフラもビジネスの差別化要因にならない、だからアプリサービスに集中したいって時に、差別化要因にならないコアじゃない領域に関しては AWS の専門家が
インフラの運用をやってしまいますよ。そういうようなサービスです。AWS 以外にも各種パートナー様がいろいろな技術テクノロジーを使ったサービスを提供展開しています。 AWS のマーケットプレイスの中にはこういうセキュリティベンダーがですね、いろいろな機能だったりサービスを提供していますので、ぜひ何か AWS だけじゃ足りないなと思ったときにこのマーケットプレイスを覗いてみていただければと思います。他にもオープンソース、いろんな、オープンソースがですね、公開されています。ここで GitHub で公開されている一つ AWS IR のご紹介です。まあ、これ以外にもたくさんあるんですけども、その中一つです。これセルフサービスのインシデントレスポンスのツールです。 Python ベースでコマンドラインで何か打っていただくと、インシデントレスポンスがに役立つものができると。ここでの例は AWS 上のインスタンスだったり、もしくはアクセスキーがどうもセキュリティ侵害を受けたとなったときにフォレンジック調査用に必要な情報を集めてくれる、そういうようなコマンドの例です。 AWS IR でインスタンスコンプロマイズでパラメータを与えてあげると、ここで書いてあるちょっと細かいので口頭で補足しますと、どうもセキュリティグループの内容を変更してボリュームのスナップショットを取って、でメモリーダンプして S3 に保存するみたいなのがここにダーッと書かれています。まあ、そういうことをやってくれるようなオープンソースのツール。最後ちょっとだけですね、今まで話してきた内容結局は何を意味していたのかっていうのを改めて触れさせていただきたいと思います。最後のポイントはクラウドで CSAT は変化適応力を得るんだと。これは何を言ってるかというと、 CSAT のそもそも存在意義の話です。昨今では事業環境が目まぐるしく変化している。ここでは外部環境、パートナー環境、内部環境を3つに分けましたけども、多くの要素が変化していて、それに応じて CSAT も答えないといけない。例えば外部環境の変化でステークホルダーが多様化しました、株主や金融機関だけじゃなくていろんなお客様等々に説明しないといけない、何かインシデントが起こったときに何が起こったんです、大丈夫なんです、これからこうするんですということをコミュニケーションを取っていかないといけないときに、今我々のやっていることは正しいことなんです、もしくはこういうことを対応するのでこれから大丈夫になるという説明力が求められる。次のCSATに求められるもの一つとして説明力があります。パートナー環境も同じです。サプライチェーンの分業と統合と書きましたけども、昨日の敵は今日の友みたいな形で、今まで競合だった、今まで上流コートにいたパートナー様と手を組んだりするようなこと、もしくは分社化して分かれるようなこと、内部環境の変化も目まぐるしい、自分たち以外にも他の会社だったり他の子会社だったり他のCSATだったりと連携してコミュニティとして守らないといけない、これがCSATに求められる、まあ、次のCSATに求められるものと思います。3つ目の内部環境もそうです。 M&A があったりジョイントベンチャー立ち上がったりすると、2つの違うセキュリティポリシー、セキュリティの考え方の会社が一緒になりました。今までルールを守っていればそれでよかったんです。それは統制の話です。でも今も内部環境が目まぐるしく変化して異なるルールが存在するものを一緒にしないといけない、これは統制からルールをなんとか環境に適用するという管理の話に、より広い話に移り変わっていく。この3つを実現する要となるのがCSATだというふうに私は思います。先ほど述べたCSATの役割の是非、ここで求めるのは経営層だったり外部への説明力の向上、もしくはパートナーだったりそういうところに連携する連携力の向上、自社の管理部門もしくはベンダーを使った管理力の向上、この3つの能力の向上がこれからのCSATに求められる。では AWS はこれにどうやって役立つんでしょうか。今この左の環境が AWS にパッと変わりました。AWS であれば何が提供できたか思い出してください。インフラの活性がありました。内部の情報がよく見えることによってより説明する力を得ることができます。 API の連携がありました。社内の
サービス複数サービスの連携だけじゃなくて外部にその API を提供することでサードパーティーだったり他のパートナー様と一緒にインシデントレスポンスに当たることが可能になる、その連携力の向上にも役立ちます。そして管理力の向上、 AWS はプログラマブルでした。自動化、再利用化しやすいような環境を作ることができます。今までどういうふうに管理をしていればわからなかった、もしくは大変だったものがあらゆる AWS のサービスの力を使って、それをサポートを使って管理力の向上にも役立っていただきたいと、これが AWS クラウドがCSATにもたらす価値だと思います。すべて言えるのは結局は事業環境が変化する、この変化に適応する力がCSATと必要で、その適応する力を AWS は与えるというのが今回このセッションで一番お伝えしたい内容です。最後になります。ビジネスセキュリティっていうのは組織の中でさまざまな事業活動があるんですけども、これが滞りなく循環してダイナミックな並行状態を保つこと、これがビジネスのセキュリティの本質だと思ってます。じゃあCSATは何をするか、セキュリティインシデントで瞬間的に並行状態が崩れるんです。インシデントが起きたら、それとも再び並行を取り戻す力、これがCSATに求められているもの、それはつまり変化に適応するその力が持っている組織でないといけない、その組織に実現する要となるのがCSAT。 AWS はこれに対して皆様のお役に立ちたいと思っています。本セッションのポイント3つでした。 AWS クラウドは効率的なインシデントレスポンスができるようになります。いろんなサービスがあるのでパートナー様のソリューションも合わせて皆様のCSAT活動を支援させていただきます。そして最後、 AWS クラウドはCSAT に結局は何を提供しているかというと変化への適応力を提供しているというふうに思っていただけると思います。今日CSAT の話、これと関連するセッション、まあもう以前一昨日だったり昨日だったり終わってしまったんですけども、いずれ資料は公開されると思いますし、またその公開の案内がいくと思いますので、今回の内容と関連しているセッションですね、もしお時間があれば見ていただければより理解が深まるのではないかと思います。本日は長い間ご清聴いただきまして誠にありがとうございました。桐山さん、ありがとうございました。